壊れてたんだよ。玄関ホールにあった桑田くんの生徒手帳。なるほど、じゃあ無理だな。ほがらか。もしかして戸上くんは気づいてないのかも。殺害現場が他の場所って可能性。気づいてない？え、どういうこと？え、戸上くんがやったんじゃない？やっぱり。おい、え、そういうこと？職員だだけで勝手に話を進めるな。殺害現場が他の場所とはどういう意味だ？誰犯人？だって仮に戸上くんが殺して誰か他の人が移動させたとしても、移動させられとることはわかるよね。自分がやっでも、それはもちろん自分がやったことやけんわかるし、犯人じゃないの。誰？あえにさっさとしろ。他に内部事情がわかる人が、現場が他の場所だという可能性があるなら、その根拠を言ってみろ。全くわからんねんけど。現場が他の場所だということを示す根拠、まずは女子更衣室と男子更衣室で入れ替わっていたあれらのことだな。待って、違う。違う。入れ替わってた男子更衣室のカーペット、あ、言霊を提示。ん？いや、まずは互いに入れ替わっていたあれのことからだ。ポスターポスターポスター、2つの更衣室のポスター、これだ。現場が他の場所だと示す根拠は更衣室にあったポスターだよ。ポスターが根拠だと？女子更衣室にあったポスターってさ、巨乳グラビアアイドルのものだったんだけど、それってなんか変じゃない？だって女子更衣室のポスターがグラビアアイドルのものなんてさ、巨乳じゃなくて巨乳だったりして。それともう一方の男子更衣室に貼られていたのは、女子に大人気のアイドルグループトルネードのポスターだったんだ。これも男子更衣室にはふさわしくないよね。つまり女子更衣室と男子更衣室のポスターは互いに入れ替えられていると、まあ、どっちか片方にしかポスターが貼られてないんならそういうこともあるかなって思うかもしれんけど、両方に貼られとってそれぞれがあれって感じのものやったら、それだけじゃないよね。違和感はあるよね。もう一つおかしな点があったんだ。そうだよね、大神さん。カーペット、プロテインコーヒーのことを言っておるのか。プロテインコーヒー。以前女子更衣室のトレーニング中に刺されそうな距離にハサミがあったけど、床にプロテインコーヒーをこぼしてしまってな。されど事件後に見た時はそのシミがきれいに掃除されていたのだ。いや、そうじゃない。そのシミは掃除されたわけじゃなかったんだ。ある場所に移動しただけだったんだ。それが男子更衣室のカーペット。これだ。女子更衣室のカーペットにあったシミは掃除されたわけじゃないんだ。男子更衣室のカーペットで見つかったよ。それは確かに我らこぼしたプロテインコーヒーの痕跡だ。ではカーペットまでもが入れ替えられていたというのですか？ですが何のためでしょう？犯行現場を男子更衣室から女子更衣室に移すため。そうは考えられないかな。何だ？つまり犯人は現場を入れ替えるために、現場を入れ替えとることに気づいてないっていうのも意味がわからんし、でもねえ、延長コードの件も模倣できるのも戸上くん以外ないと思うんだけどな。付着したポスターとカーペットを移動させたんだよ。そうすることで現場を部屋ごと入れ替えたんだ。確かにそう考えることはできますが、その行為にどんな意味があるのです？わざわざ現場を入れ替えるなんて、どうしてそんなことをする必要があるのでしょう？いえ、それ以前に、本当の殺人現場が男子更衣室なのだとしたら、被害者である藤崎さんはどのようにして男子更衣室に入ったのですか？普通に更衣室に入るにはカードリーダーに電子生徒手帳を通さなければなりません。これってさ、生徒手帳を通した後にその人と一緒に入るっていうこともできんのか。入る人全員が通さんといかんってこと？ですが女性である藤崎さんの電子生徒手帳では女子更衣室にしか入れないはずです。つまり彼女は男子更衣室には入れなかったはずなのです。そこの
前提がおかしいよね。方法ならあるわ。なんなら俺が教えてやってもいいべ。ロビーにあったやつやろ。怪しいですわね。怪しくない。ビシッと教えてやる。その方法ってやつをな。本当なのか。藤崎さんが男子更衣室に入れる方法があったなんて。いや、そんなことせんでも普通に自分のやつで入れるんやって。壊れた電子生徒手帳。あれってなんでこう、でも壊れてはないって言ったよね。なんで使えなかったんやろ。本当にあるのですか。藤崎さんが男子更衣室に入る方法か。あ、僕には分かったぞ。彼女は電子生徒手帳を改造したのだ。彼女は超高校級のプログラマー。あ、そっか、プログラマーなんか。それくらいはできたはずだぞ。いや、そうじゃねえって。あいつは玄関ホールのあれを使ったんだ。え、糸は。あ、でもそれは壊れてたよっていうことを。私の電子生徒手帳だね。示すってことやね、ここで。それは違う。藤崎さんが桑田君の生徒手帳を使ったとは考えられないよ。なんでだべ。壊れてたんだよ。玄関ホールにあった桑田君の生徒手帳。それは壊れることはないって言ったんよね。それがなんでなんか使えんのかが。なるほど。じゃあそこが危ないよね。ほがらか。呆れるほどにあっさり。うん、すごいあっさり。それ以前に他人の生徒手帳を使うのは高速違反じゃありません。いや、貸すのはダメやったけど使うのは大丈夫。高速にあったのは他人への貸与禁止だけだ。他人に貸すのは禁止だが借りるのは禁止じゃない。こっそり持っていく分には大丈夫ってことなんやね。つまり死人の電子生徒手帳をいくら借りようとも高速違反にはならないはずだ。今回のこれでさ、そんな手があってなって次から多分横行するよそれ。そう、その通りなのです。だがそもそも壊れているのでは話にならんな。そうなるとやはり改造したのだな。超高校級のプログラマーの腕を使って。違うんだよ。電子生徒手帳の改造は不可能だよ。そうなんや。勝手に中を開けると防犯ブザーが鳴る仕組みなんで。桑田の電子生徒手帳でもなく改造したわけでもないとなる。自分ので入ったんだ。むしろ苗木誠殿の推理の方が間違い。いや被害者が男子更衣室に入れないならそうなっちゃうよね。では僕は戸上くんに投票するぞ。どういうこと？投票とは。本当にそれでいいのか。藤崎さんは女子更衣室で殺され、その犯人が戸上くん。でもそれはそれ、でもどういうことだ。あ、でもそっか、犯人は男子やとしても男子更衣室で藤崎ちゃんを殺して、で死んだ藤崎ちゃんの生徒手帳を使って、あ、そっか、え、女子更衣室入れんやん。え、ってことはやっぱり犯人は女子。え、待って、え、でも殺すために男子更衣室に入ってったんよね。協力者がおる。男と女両方が協力せんかったらできんくない？今回のやつ。でもこれ以上は僕じゃどうしようも。だって女子更衣室に運び込んでいくためには女子の生徒手帳がいるけど、死んだ藤崎ちゃんは男やけん借りても入れんのよね。ちょっと待って、協力せんと無理じゃね、その入れ替えって。苗木君の推理はいい線いってると思うけど、私は彼の意見に賛成よ。ああ、久々に口開いたと思ったら何言ってやがんだ。じゃあどういうこと？殺したのは男、現場を変えたのは女で、戸上くんは現場が入れ替えられとることには気づいてない。え、でもじゃあ殺したのは戸上くんじゃないってことになるよね。え、わからない。何、難しいんだけど今回。あいつは男子更衣室に入れねえんだぞ。前回みたいに分かりやすくレオンって書いといてくれんかな。どうして入れないって決めつけられるの。男子更衣室に入った可能性は残っているはずよ。ギリギリ君、それはどのような可能性だ。そうね、それを確かめるためにどうかしら、少し学級裁判を休憩しない。
みんなを連れて行きたい場所があるんだけど。ちょっと何言ってんのさ。その方が学級裁判も盛り上がると思う。まあでも裁判って経験あるよね。それは本物の裁判見たことないけど、なはずだけど逆転裁判ではあるよ休憩。いやある時とない時あるけど、長引く時はあるよ。え、学級裁判が盛り上がるの？でもモノクマは分かっとるわけやろ、全員の秘密ちゃんと。じゃあいいよ、学級裁判の中断を宣言しましょう。え、本当に？え、見せたいものってどこにあるの？犯人は首の皮一枚繋がったわけやね。つまんないものだったら許さないからね。ご期待に添えると思う。じゃあ行きましょうか。こうしてなんだかよくわからないうちに学級裁判は中断され、僕らはキリギリさんに先導されある場所へと向かった。その場所とは更衣室ですね。てか死体そのまんまなんや。女子更衣室、ここは散々調べたぞ。今さら何だというのだ。あれでもみんな入れとるよね。そういえばこれは今はもうあれか、人が殺されて調査するために解放されてるってことか。被害者の死体もう一度詳しく調べてる。あ、そっか、傷口をよく調べたわけやけん、それ以外のとこも調べとるか。ギリギリちゃんやったら藤崎さんの死体をもう一度。ただここは性別気づいとるわけやね。全身をじっくり。じゃあはっきり言えよ。あの子男よって言えばいいやんね。じっくりと死体を触れって。無理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 。女性の体をベタベタと触るわけにもいかないから、僕は遠慮した方がいいだろうな。俺は気持ち悪いとかそういうあれじゃなくて、これには男の方がお呼び越しな感じが。ならば我がやろう。でも女の子のさくらちゃんが死体に触るなんて、やっぱここは男子に任せた方が。いや、藤崎も男に触られるよりは女である我に触られる方がマシだろう。いやまあなんかな、完璧な男に触られるのもあれやし、完璧な女に触られるのもあれかもしれんけど、中性的なさくらちゃんならいい気がする。なんか我に任せておけ。さくらちゃん、あれユリなの？二人ってそういう関係？そんなんじゃないよ、ふざけないで。では始めるぞ。藤崎よ、すまんが調べさせてもらうぞ。大神さんは藤崎さんの前で両手を合わせた後、彼女の体にそっと手を触れた。全身をじっくりと調べるのよ、そうすれば謎が解けるわ。これキリギーちゃんはもうすでに全身じっくりと調べた後ってことやもんね。全身を終わりよ、こんなことに一体何の意味が。あ、気づいた。あ、怖い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 。どうしたの？女じゃないことに気づいた。バカだ。怖い怖いよ。そんなバカだ。もう死んどるけど、なんかいかにも殺しにかかりそうな勢いなんやけど。大神さんの全身はわらわらと震え、目は見開いたように藤崎さんを凝視していた。え、別に男嫌いとかいう設定じゃなかったよね、さくらちゃんって。え、分からんけど、でも男とも普通に話しよるよね。何？男だ。そうですか、男の人でしたが。本当にありがとうございました。冗談だろ。我は冗談など言わぬ。しかもこんな場面でね。本当なのか。うん、もう一言話した時点で藤崎ちゃんは男やったよ。男の人が裏声出しとる感じやったよ。藤崎さんは、おやおや、これで声優さん女の人やったらね、申し訳ないけどね。そんなの最初から。でもどっちにしろあれやね、少年声出しよる感じの人じゃない。藤崎千尋は男の子だよ。男の子。なんと女装だったか。己燃え上がる、やっとけやがった。まあね、正体が分かったらね、一番燃えるよね、そこは。なるほどね、ギリギリさんが見せたいものって。モノクマの中では当たり前すぎてって感じだったね。
いやでもさっきの裁判聞き寄る限りでは女って確定した話し合いやったやん。うっぷぷぷぷ、確かに面白くなってきたね。こいつは盛り上がってまいりましたよ。いや、テンションを持続させたまま裁判所に戻って、さっさと議論を再開させましょうか。長らくお待たせしました。ではでは、学級裁判を再開します。衝撃の事実発覚、藤崎千尋は男だった。ではその続きからどうぞ。どんな理由があったかは知らないけど、藤崎千尋は女性ではなく男性だった。それは確かよ。どんな理由も何もそういう人やっただけやない。違う。あいつみんなを騙そうとかじゃなくって、普通に心が女やったってことやねん。まさか藤崎さんが男だったなんて、そんなの全然気がつかなかった。そして、まあ、騙そうとしたわけじゃないやろうけど、でもカミングアウトもできんかったってことよね。入れたはずよ。だって何、お風呂とかそういうのみんな避けとったんやもんね。やつの電子生徒手帳が男のものならそうなるな。なんか反応が微妙やね。もちろん知らなかった感じ。男子の生徒手帳を配ってあるよ。だって藤崎くんは男の子だもん。そうなると苗木くんの推理通りだとしても何も問題ないわね。被害者は男子更衣室で殺され、その後女子更衣室に運ばれた。女子更衣室に入るときは舞園さんや江ノ島さんの電子生徒手帳を使えば、今まで死んだメンバーが女子がおるけん、そっか、大丈夫なんか。では藤崎くんが殺された現場は本当に男子更衣室だったのだな。相変わらず現場を移動させた意図はわからないけど、その可能性は高いでしょうね。藤崎ちゃんの尊厳を守ろうとしたとか。そうか、妙だと思ったんだ。あいつの体の感触、女の体の割にはどうも違和感があった。なんか興奮するシチュエーションね。だがこれで繋がった。全ての謎がようやく明らかになったな。ここは男やと思っとった。違う、男やとしての女やと思っとった。分からん、何犯人って誰。明らかになるも何もあんたが犯人って流れだったはずだけど。いやでもそうやとしたら、やけんその男子更衣室で殺したのもおかしいし、移動させたことに気づいてなさそうやったのもおかしい。違う世界に行ってしまいましたな。戸上くんじゃないってことなんやろ。それで苗木くんはどう思う。ジェノサイダーショーでもないってことやろ。これでもあっちは男子更衣室に入れんのやけんさ。犯人の戸上くんだと思うの。藤崎さんの死をジェノサイダーショーの犯行に見せかけたのは間違いなく戸上くんだったと思う。細工した。だけど殺したのは別、違う人。やっぱり犯人は戸上くんじゃないのかも。誰、マジでわからん今回。そもそも苗木誠殿が言い出しっぺなのに。だって戸上くんの余裕の態度、謎が解けるのを楽しんでるみたいだ。まるで他人事だよ。そんな風に振る舞っていられるのって。実際に他人事だから。それに戸上くんが残した証拠はなんていうかあからさますぎるんだよ。これでさ、間違った苦労を選んだら自分だってお仕置きされるんよ。わざわざ延長コードを使うことで自分が関わった証拠をあえて残したような、そんな風に思えるんだ。それに君は殺害現場が男子更衣室だと知ったとき、明らかに動揺した様子を見せたよね。でも細工したってことは女子更衣室で細工した。あ、まあそっか、その女子の電子生徒手帳を持って行って細工したってことか。藤崎さんが男だと知った時もだよ。本当の犯人ならそんなところで動揺するはずがないのに。なるほどな。そうか、明確な根拠がないのが気になるが、まあいいだろう。とりあえず正解にしておいてやるか。
でもあれよね、最初にあったゴタゴタがさ、後半全くなくなったのが気になるけん、犯人はあの熱血くんか不良あの二人のどっちかってことかな。正解？苗木の言う通りだ。俺は犯人ではない。でも女や、熱血くんは本当に女やと思ってそうな反応やったけん、もう一人の方か。たまたま最初に女子更衣室で死体を見つけたんで、あんな偽装をしてみたというわけだ。ここってことやない犯人。ふざけてなどいない。あのサウナのことが一切今回のこの話にも関わってないとは思えんのよね。あんだけ引っ張ってさ、いらんイベントやんあれサブイベントなんかなさそうやん、こういうのにさ。信じられるか。信じたくないならそれで結構。みんなで仲良く処刑にでもなるか。もしそれが本当ならさ、じゃああんたがどうして死体の偽装なんかしたの。ちゃんと謎が解けるかどうかが見たかったとか、そういうことやないん。そんな理由などどうでもいい。今は犯人を当てる方が重要なはずだぞ。別に犯人をかばうタイプではないと思うけんさ、ただ単に面白そうやけんじゃない。おい苗木、俺が犯人ではないなら本当の犯人は誰だというんだ。それはもう少し話し合ってみないとわからないけど。まだ続けんの。もういいんでない。どう考えてもトガミッチが犯人だって。私は付き合うわよ。疑問があるならとことん話し合うべき、うん、もしここで判断を誤れば本当の犯人の私たちは証拠みたいなのは今回は全然残ってないと思うよね。やっぱその状況的な判断というか、そのストーリー上での判断みたいなのしか。そうですわね。では私もお付き合いいたしましょう。もちろん俺も参加するべ。君には意思というものがないのかさっきまでもういいやんって言ったのにね。昆虫じゃねえし意思くらいあんぞ。とにかくもう一度話し合ってみようよ。犯人を決めるのはその後でも遅くないはずだよ。確かにそうだな。命かかっちゃってるしね。それでは犯人当てゲームの再開といこうか。じゃあもうやっぱりね、消去法的に大和田くんだけど、戸上くんが犯人じゃないとすると、本当の犯人藤崎さんを殺したのって誰なんだ。少なくとも現時点で分かってる犯人の特徴といえば、犯人が本当の現場に入れたってことは、つまり犯人は男。これだ。現場が男子更衣室だとすると、そこに入るには男子の電子生徒長が必要となる。桑田くんの電子生徒長が使えない以上、犯人は自分の電子生徒長を使ったはずだ。つまり犯人は男性のはずだ。でもこれだけじゃ足りない。他にも何か手がかりを見つけないと。でもあのサウナの後ってさ、二人で一緒におったんじゃないの。一人だけ。どういうタイミングなんかがいまいちよくわからんのよね。セレスの証言。何か犯人につながる手がかりはないのか。手がかりと言われても、誰か犯人を目撃していないのか。してたら最初から言うべ。まだ被害者の目撃でもない。倉庫におったっていう。少しでも新しい情報が必要だしね。いやこれを無理無理。あ、やっぱ無理だってどうせ被害者を目撃したのだって犯人だけだべ。よっしゃいける。それは違う。血が取ったね、最初にやったとこ。こっちやった。ブレイク。被害者を目撃した人なら他にもいたはずだよ。そうだよね、セレスさん。そういえばそうでした。私が見ていましたわね。マジですか。ああ、この話は苗木くんにしかしていませんでしたか。では皆さん知らなかったのですね。ですから醜く騒いでいらしたのですね。いいからさっさと話したまえ。昨日の夜時間になる直前でした。藤崎くんを寄宿舎の倉庫で目撃したのです。藤崎くんはスポーツバッグの中にジャージなどを詰め込んでおられました。おそらく
その足でトレーニングに向かったのでしょう。スポーツバッグにジャージ。そう、それは一体どこに行ったんだろう。おそらく犯人が処分したんだ。犯人が処分したっていうのは証拠隠滅のためにだ。ゴミ捨て場は使われてなさそうやったんよね、今回。その時なのですが、彼は自分の部屋に置いてるとかじゃない、犯人が。みんなそれぞれの部屋とか別に入っていかんもんね。じゃあ急いでるから行くね。藤崎くんは確かに急ぐと言っていましたが、一緒にトレーニングしよったってことか。急ぐということは誰かと待ち合わせをしていた。そうは考えられません。でも小和田くんなら普通にトレーニング付き合ってくれそうやけどな。でもやっぱり女やけんああいう感じになっとったんで、男って分かったらなんか違ったんかな。つまり最初から男やったら多分あの熱血くんとみたいな感じで男同士の友情ってなったんやろうけど、若干ちょっと可愛いなって思いよった子が男やって分かったらやっぱイラッとしたんかな。我や朝日奈がいくら誘って大和田くんが犯人っていう体で考えたけど、一緒にトレーニングしようとはしなかったのか。それは正体がバレるのが嫌だったからだろ。それに一緒にトレーニングって言ってもね、入れんしね、お互いの方。逆に言えば待ち合わせをしていた人物はよほど信頼されていたのですね。大事な秘密がバレても構わないと思えるほどに。うるわしき友情ね。要はその待ち合わせ相手が犯人で、それが誰なのかを突き止めればいいんだね。でもこれだけの手がかりじゃ大和田くんやな、やっぱりきっと。悲しいな。じゃない。何？もう犯人は分かってるじゃない。本当か？誰だ？誰が犯人だ？お前じゃないのか？犯人が処分したスポーツバッグのジャージに注目してみるのよ。その特徴から考えれば、彼が誰と会ったかは明白になるはずよ。特徴？それは本当なんですの？すでに処分された証拠から犯人が判明するなんて。青いジャージから何がわかる？指紋を調べるとか。道具もないの、素人の僕らには無理だ。そもそも証拠品はすでに処分されている。ちょっとなんかサバサバした男って感じなんかと思ってけど、結構ネチっぽかったんかな。それでも推理ならできるはずよ。男気あるタイプやと思ったんやけど。みんなでよく話し合ってみればわかるわ。話し合ってみろって言われても。じゃあセレスちゃんに聞くけど、そのバッグやジャージには何か特徴とかなかった？バッグは倉庫にある普通のバッグでしたわ。倉庫にあるバッグはその1種類だけですし、特徴と言われましても。我の記憶によればジャージにはある程度の種類があったはずだ。へえ。ということは藤崎の持っていたジャージに犯人に繋がる手がかりがあるのではないか。普通にばったり会った人のジャージジロジロ見たりせんと思うけんわからんのじゃない。だったら彼が持っていたジャージについて話し合ってみましょうか。藤崎さんが持ってたジャージに犯人の手がかりがあるなんて、それって本当なのか。なんだか信じられないけど。